んにちは、水耕社の高見です。日本の大工です。今日はこういう材料をですね、真ん中、のにこう線を引く、方法をちょっと説明したいと思います。これ、この材料を今この差し金で測ると非常に、中途半端な数字になっています。で、これを、そのまま計算して2で割ったら、その真ん中にはなるんですけれども、もう計算しないでもっと簡単な数字を指し示して半分のところへ持っていくという方法があります。これ一つ知ってるだけで材料を均等に割ったりすることができますので、参考にしてください。で、今この材料、この差し金でいくと7寸6分5厘、めちゃくちゃ中途半端な数字です。で、7寸6分5厘を2で割ってもいいんですけど、これをですね、こう差し金をこうぐーっとこうね、斜めに動かして、非常に切りのいいところにこう持っていきます。例えばこれやったら、ここやったらちょっと分かりにくいかもしれないけど、一尺のところに持っていきます。そうしたらですね、この一尺の長さを半分に割るだけやから、この5のところね、5寸のところが、この材料のちょうど半分になるというふうにできます。で、こういうふうにすることでですね、どんな中途半端な材料でも、均等にこう2つとかね、均等に3つとか、割ることができるようになります。これ一つ覚えていたら非常に便利かなと思います。